2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート競技ペアは国際オリンピック委員会の統括のもとで国際スケート連盟が管理進行しカナダバンクーバーのパシフィックポロシアムにて実施されたショートプログラム開催日の前日にはショートトラック競技とフィギュアスケート競技の会場練習が行われたショートプログラム今季すべての競技会で優勝を果たしている新雪 超広志博組が、ショートプログラム歴代最高得点を出す公演技で、今オリンピックフィギュアスケート競技の開幕を飾った。このスコアは最後まで抜かれることはなかったが、新雪、超広志博組、川口優子、アレクサンドルスミルノフ組、法政、東健組、超丹、超広志組、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービー組が、約5点差にひしめく混戦となった。滑走順は、 競技開始時点の世界ランキングにより、低い方から10組を、前、3組を中、残りの7組を後に分け、それぞれの中での抽選により決定された。フリースケーティング滑走順は、ショートプログラムの成績の低い方から4組ずつ、グループに分け、成績の低いグループから先、同じグループ内では、抽選により決定された。ありがとうございます。